除去装置が効かない。そんな手も足も出ない。氷結のエリシウムの名は伊達ではないわ。電圧低下、バッテリーの化学反応が止まったのか。あっ、ハビジャリーダー、この弾が当たらない。なんでシールド、そんなはずは。もう後がないよ。まずいわ、足止めする方法を考えないと。やっつけるって話はどうしたのよ。下方修正弾道を計測する。二人とも下がって。なるほど、弾頭が超電導状態になり、マイスナー効果で弾かれたのか。空中炸裂モードならどうだ。不発、弾頭のバッテリーが凍ってプロセッサーが停止したのか。奪った熱はどこへ。分子運動のエネルギーを次元の裏側へ隠している。弾頭の電子次元信管が作動する飛距離は50メートルというところか。奴のフィールド半径は1キロメートル、つまり20発あればいける。敵に突っ込む。変わっちゃうわよ。ゴール前にたどり着ければいい。ちょっと面白い。来るがよい。グレネードランチャーは空中炸裂モード、安全距離カット、飛距離50メートル、ファイヤー。想定以上のダメージだ。カームに怒られるかな。